ありがとう。マシロンさんの絵本もすごく素敵だった。私もいつかあんな風に優しい世界が描けるようになりたいな。夏美さん、あ、これマシロさんの。女の子は森で大きなブランコを見つけました。ブラーンブラーン。そこへ男の子がやってきました。乗せて。いいよ。女の子は男の子と一緒にブランコに乗りました。すると森の動物たちが次々とやってきました。みんなで力を合わせてブランコをぐんぐん漕ぐと、遠くに大きな大きな虹が見えました。綺麗だねと言い合って、みんなすっかり仲良しになりました。わーい仲良し。エルダちゃん、やっぱりマシロさんはすごいです。コンテストには落選しちゃったけど、私これからももっと書いてみたい。エルちゃんや誰かの心に届くような絵本を。